ウーフー君、こんにちは。こんにちは。今日はね、神様カードのオンさんとお話することになってるんですよ。いいな。一緒に行ってもいいですか？お、参加しますか？いいですよ。やった。じゃあ、ウーフー君もズームで後で参加しましょう。はい。今日は大野先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとスピリチュアル初心者のためのお話でいろんな質問を挙げさせていただきます。はい、どうぞ。まず一つ目、はい、まず一つ目いきます。いろんな神様とか魂とかそれこそ幽霊とか目に見えないものっていろいろあると思うんですけど、はい、実際世の中にどんなものがありますか？もう今おっしゃった通り、目に見えない存在たちっていうのは、精霊たち、天使たち、妖精たち、それから、うんね、今おっしゃった幽霊、それから神々、はい、もうたくさん目に見えない、そして意識を持った存在たちが、目に見えない次元にたくさんいます。オンさん、それ精霊とか、幽霊とか、なんか幽霊って私すごく怖いような悪いようなイメージがあるんですね。うん。で、精霊とか妖精とかってなんかちょっとこう、いいイメージと、あんまなんかいたずらの子もいたりとかってイメージがあるんですけど、うん、その幽霊とその精霊との違いって何でしょう？幽霊っていうのは、まあそれは人間とは何かっていうところからちょっとお話ししなきゃいけないんですけれども、はい、もすごいざっくり言うと人間って2種類のエネルギーでできていて、魂とそれからまあコンパクのパクの方ですね、肉体の方なんですけれども、でも肉体の方も実は2つに分かれていて、まあ実際のこう骨とか皮とかいうこの物理的な体とその体を作っていって、そこにまあその宿っているっていうのかな、その霊と言われる、まあ英語で言うとスピリットとね、二つあるわけですね。だから、魂と霊という、まあ、二種類あって、で、まあ、両方とももちろん目に見えないんですけれども、で、その霊の方が、人間の体に宿っていました。その人が死にました。でも、死ぬときに、もう、すごい恨んで、いやもうやり残しいっぱいやとか言って、行きたくないとか思いながら、まあ亡くなってしまったとします。そうすると、その肉体の方も意識があるので、で、普通だったらすんなりとですね、どん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 こうね、今の人生をこう浄化しながら、まあ次にその肉体の方の、まあ霊の方も次の肉体へ生まれ変わるんだけれども、なかなかね、その突然亡くなったりとか、それからいろいろな思いを残していると、自分が肉体を失って死んだことに気づかない。そういう存在たちが幽霊という形で、いるんですね。今ので分かったでしょうか？はい、ありがとうございます。幽霊とかは、じゃあ、もともとは人の体に入ってたその魂、コンパクとか、人の体に入ってた魂の、分かれたものみたいなイメージですかね。コンパクのパクの方ですね。肉体の方の、目に見えないエネルギーが次に行けないで、まあ、そのまま、地上に留まっているのを、まあ、一般的に言う幽霊っていうふうに言いますね。なるほど。そうすると、精霊とか、妖精とか、はい、それとはまた別の種類になるんですか？はい、ですね。妖精とか精霊たちっていうのは、まあこの三次元の、まあ、お隣に、いわゆるその、まあちょっとこう波動の違う別の次元があって、まあ、古代の位置で言うと、ピーターパンのパンっていうんです。パンの次元とかって言ったりするんですね。で、精霊とか妖精たちの次元は、
その精霊とか妖精っていうのはエレメンタルとかっていうふうに呼ばれていて、結局まあ、言ってみたらばいろんな物事をですねこう組み立ててくれる大工さんみたいな、そんなイメージなんです。そのちょっと西洋的になっちゃうんですけれども、例えば天使っていう存在がいて、で、まあ、天使たちと精霊たちっていうのは微妙に違う次元世界にいて、で、まあ、例えば家を建てるときに設計者がいて、そして現場監督がいて、で、まあ、なんだろうな、大工さんたちがいたとしたら、その、天使たちっていうのは、どっちかっていうと、もう設計して、その現場監督してくれる人、存在たちで、で、妖精とか、それから、いわゆる精霊たちっていうのは、まあ、実際にそこでいろんなものを組み立ててくれる職人さんみたいな、そんな役割が違います。ああ、なるほど。立場が違う、役名が違うような感じですね。そうですね。だからそういう意味では、周波数っていうのかな、波動は違うんですよね。なんか日本の神様のイメージだったら、その先ほどの天使さんとか精霊さんとかっていうのが、全部なんか一くくりの神様っていう存在になってるようなイメージがあるんですけど。日本の呼び方だとやっぱりこう様々なんですけれども、やっぱり一番近いのは天使の次元、いわゆる神様カードって私作らせていただいたんですけれども、神様カードにこう現れてきてくださっている神様は天使存在に近いですね。それでよく、眷属なんて言い方をしますけれども、眷属って例えばお稲荷さんだったらお狐さんだとかね、そういう存在たちはどっちかっていうと精霊妖精の次元に近くなるかなっていう感じです。なるほどなるほど、ありがとうございます。はい、パンダは入らないのか。先ほども話の中にねちらっと出てきたんですけど、自分の魂が次に行けないでとかっていう話が今ちょっと出たんですけどね。魂じゃなくて霊の方ね。あ、霊の方が、そうで、はい、霊の方が次に行けないでって出たんですけど、はい、この時に過去性とか前世っていうのはそういったものに絡んでくるお話になるんですか？そういうのもありますね。魂っていうのは、地球に来てやっぱり輪廻転生をするんです。で、まあ、平均魂350回ぐらいいろんなところに生まれてますっていうので、350回、一応ね平均ですよ。私すごく少ないんですよ。だからなんかね肉体に入ってなくてね、よくけつまずいたり物忘れしたりするんですけど、350回、私がね出会った方ですごく多い方は1000回っていう方いらっしゃいましたね。地球に魂こうもう何度も何度も生まれ変わってる。でも大体なんですよ、平均は350回って言われてるんです。それは多そうですね。400回、元の説明質問なんですけど、はい、多ければ多いほどいいんですか、少ない方がいいんですか？いいとか悪いとかじゃないんです、単に好みの問題で。お、うん、だからこの地球っていうね、その体験をもう面白いからもう何度も何度もしたいっていうタイプの人だったり、いやちょっとね、まあ行ったら少なくてもちょっと味見みたいな、そういう魂もいるわけで、別に言い悪いじゃなくて単なるなんだ、好みの問題っていう。おお。でそれ例えば今回なんかこういった体験をしてます、今世でこうやってます、なんかでも完成しなかったな、でももうある程度80歳ぐらいになって寿命が尽きちゃったな、肉体からそろそろ抜けちゃわなきゃって言って人亡くなったとします。それが例えば次のまたは来世のところで同じようなことを引き続き継続しようかなと思ってもできるものですか？できるものなんですね。ある意味前世っていうと、まあ直線の時間を考えるとね、過去があって今があって未来があって、まあ順番に生まれ変わるわけなんですけれども、魂っていうのは、ね、これちょっとまたお話が難しくなっちゃうんですけど、まあ、全部同時進行っ
っていうふうに捉えていいんですね。だから真中先生はもちろん中国で過去性があるわけなんですけれども、魂のものの見方からしてみたら、まあその同時並行でこの人生もその中国の人生もやってらっしゃって、だから魂視点で言うと前世って言わないで並行事故みたいに言える場合もあるんですね。で、やっぱりね、魂っていうのはいくらそうやって同時進行でも、まあね、やり残しちゃったな、まあこれやっぱり過去から未来の時間軸で考えた方が分かりやすいと思うんですけど、うんうん、もちろんですね、リンゴを半分かじった、そのままうって言って死んじゃった、あ、残りの半分をどうしても食べたいっていうような、うん、魂的にはやり残しっていうのがあって、うんうん、で、そういうテーマを次のところに、持っていきます。ほうほう。なので、面白いんですけれどもね、アカシックレコードっていうと、あれ、初めての方も多いかなと思うんですけれども、はいはい、まあ、宇宙にね、いろいろこう、まあ、データバンクみたいな、クラウドみたいな、そういう情報の、まあ、源があるわけなんですけれども、まあ、そのね、視点から言うと、人の人生っていうのは、もともと自分自身で、こう、避けられない出来事っていうのを決めてくるんですね。おー。で、その避けられない出来事っていうのは、まあ、やっぱりこう本来の自分自身に戻るための目覚まし時計的なイベントっていうふうに言われていて、うん、でだけどその避けられない出来事を例えばこの人生で、10個決めてきたとしますよね、はい、で10個避けられない出来事が来たんだけど あるんだけれども、もう例えば4個ぐらい終わった時点でもう自由意志ありますからね。もうどうにもこうにももう耐えられないと。この人生。はい。と、避けられない出来事10個あるうち4個しか終わってないのに、うん、もう耐えられないから、やめたって言って、まあ人生終わらせちゃったとしますよね。はい。そうすると、あと残りの6個は、次の転生の始まりにガガガッと持ち込むんですよ。それは持ち越ししなきゃダメなんですか？選んじゃったら。ダメなんです。やっぱりね、一応ね、避けられない出来事で避けちゃったわけだから。なんかバイキングでいっぱい取ってきた食べ物みたいですね。食べきらないと次に行けないみたいな。自分が選んだんだから食べなきゃダメよみたいな責任性なんですね。そうそうそう、なるほど。ダメみたいな。そうすると、結構次の転生の最初が大変だったりするわけですね。こう、凝縮しちゃって。だから子供時代が結構しんどかったななんていう方は意外に前の人生で早くね、やめちゃってごちゃごちゃだったりとか、あるいはですね、それは相当ばっかりは限らなくて、なんかものすごくほら短い時間にたくさん体験したい、それも好みです。はいはい、うん、ね、だからそうやってもうありとあらゆる、もういっぺんに済ませたいと。もうね、この地球に戻ってきたくないなんていう、今日、この人生、これが最後、地球体験最後、みたいな方は、意外にイベントがぎっしりだったりして、いや、今世しんどいわ、とか思ってても、意外にそれはいっぺんに済ませたいっていう、そういうタイプかもしれない。あんまり苦労ないのも選んだのか。これ今ちょっと初心者向けのお話をしたかったんですけど、これ私のちょっと聞きたい内容が出ちゃったんで、はい、ね、先ほど自分の魂とか霊とか同時進行でこう進んでるってお話いただいたじゃないですか。はい、で、仮にですけど、この3本同時進行で行ってるとして、はい、で、1つのこの1本目のところのこのストーリーがものすごくここで体験が密で、すごく自分の魂とかがレベルアップしたとなったら、隣のところのこの同時進行するところにも、なんか急になんか能力が開花したとか、ひらめきが出たとかってあるんですね。あるんですよ。だから、そしたら、
ね、今中先生は今世ものすごく急にね、おお俺ってすごいじゃんみたいな、急になんかいろいろ分かるようになったと思うとき、うん、ひょっとしたら別の転生の自分が頑張ってくれてるからかもしれない。例えば出会いなんかもありえますよね。それがこの時代のところで例えばすごく頑張ってて意気投合した方がここで現れたと、うん、自分のパートナーみたいな人が現れた、はい、すると突如この2本目のラインのところで急に出会いが、はい、新しい出会いが出てきて人生がこう変わるようなあのパートナーと巡り合えたとかっていうこともありえますよね。そうですね、あの例えばそのなんだろうな、本性で自分自身がやっぱりそのパートナーシップに対して恐れを抱いていたのが別の転生の影響で、うん、まあ、急によし僕もオープンでいいぞなんてなった時にあの出会いが引き寄せられたり、でまた出会いも結局は避けられない出来事になっていたりするわけですよ、人との出会いも。あ、なるほど。そうするとあの、まあ、別の転生で出会った A さんと絶対この人生でまた出会うっていうふうにあの決めてきたりとか、それは別に恋愛に限らずあの、うん、タスクっていういわゆるあのお仕事関係で、うん、出会うべき人と出会っていったりとかっていうのもあの本当にありますので、だから前世ありますかっていうご質問はもう、まあ、これは私はもう絶対にあるというふうに思っていて、うん、でそういう意味ではその全部がね、あのさっき同時進行なんですよって、これやっぱりね知性ではなかなか説明できないし理解しにくいんだけど、はいはい、あの中島みゆきの歌みたいにたーってノイとはじゃないですけど本当にですね、あのいろんなね糸がこう絡まり合って一人の魂の大きな地球体験っていうタペストリービッグピクチャーを作ってるんだなっていう感覚はねすごくありますね。なるほど。これでも分かりにくいイメージを皆さん持たれるかもしれないんですけど、実は山手線と全く同じなんですよね。あの一本のストーリーできちんと循環してるんですよ。だからつながってるんですけど、この列車は、東京から発車していって品川を回りながらぐるっとこう回っていきますよ、これ一本なんですけど、でも実は同時進行で他にも何本もあの列車は一緒に動いてるんですよね。あ、なるほどね、山手線の上に、ね、渋滞するとそれが例えばどっかで、運行が停止してますよというと全部停止するんですよ。でどっかが密になってくる、例えばラッシュの時間だったら全部が同時にラッシュになってくるんですよね。でつながってるんだけど、でも実は同時進行なんですよっていう形なんですよね。なるほどなるほど、うん、本当にあの今の山手線じゃないですけれども、あの始まっ地球に私たちはあの天つかみじゃないですけど、魂は外からね、宇宙から地球にやってきたっていうふうに、まあ、私は思っていて、うんうん、で地球初めてっていうねその人生があるわけですよ、うん、で今度その地球は結局あの地球を体験しに来たっていうのが魂の目的だなっていうふうに思っていて、お、はい、地球を体験しに来た、だからまあ、言ってみたらよく人生は旅だとか言いますけど、魂って本当にこう旅をしていて、で、いろんなところに行っては、ね、その例えば金釣りじゃないですけど、あるいは、ね、トラピックスみたいな団体旅行をね、魂は実はしていてね、それソウルグループって言うんですけど、それでまあちょっと地球ってとこが面白そうだぜみたいな、なんか世界で行きたい国って今あります？世界で行きたい国、うん、古代の、いろんな情報がこう眠っている場所ですね、そこには行ってみたいなと思いますね、うん、一つにはあの中国ももちろんですし、うん、やっぱ世界遺産とかの場所じゃなくて昔ながらの集落が残っているところとか、人生活それからあとは文化が残っているところですね、そんなところ、う
あとは例えば、エジプトであったりとか、そういった古代の、文化資産が残っているようなところにはすごく興味がありますね。だから結局魂もそんな風に、あ、なんかここの惑星興味あるなみたいな感じで、あの地球にやってきたっていうところ。だからもし今中先生がね、それこそこうエジプトとか、なんかこう昔の集落みたいなのが残ってるところに行ったら体験したいじゃないですか、いろいろ。うん、したいです ね、 ね。だから魂の目的って究極地球を体験しに来たっていうことなんですよね。なるほど。だからあの何かをやり遂げねばならないとか、私の使命はみたいなっていうのは、よりまあ、あの肉体の方の、まあ、意識に近くて、魂っていうのは、本当にもうあの地球ってどんなとこかいなって言って、で、できるだけいろんなこと体験して帰ろうみたいな、元取って帰ろうじゃないですけど、でいろいろまあ全部体験したら、まあ、じゃあそろそろ次の、もう、例えばね、エジプトはもう全部見たわ、路地まで。そしたら、じゃあもう次のね、今度別のね、町見に行きたいなっていう感じで、魂も、あ、地球は済んだ。じゃあ今度は別の惑星に行こうっていう感じで、地球を卒業して、で、また、ソウルグループ、ね、あの、現地集合、みたいな、現地解散みたいな感じで、でまた結局は現地集合して、で、あの、またグループで別の、あの、惑星に行くっていうことが、まあ、あの古代の英知では言われています。それを平均そういった350回ぐらい転生繰り返したりとかしながら体験してるみたいな。そうそう。それで、あの初めて地球に来て、で今度最後地球をね、最後にするときに本当にあの元に戻ってくるって言い方をするんですよね。だから、うん、本にあのね、山手線みたいに出発してからまた元に戻って、そして別の、 あの惑星に行くっていう形で、で、まあ、あのよく悟るとかね、目が覚めるというふうに言い方をするんですけれども、結局その急に来る前はある意味悩みも何もなく悟ってる状態で来て、でいろんな体験をして悩んで苦しんで、だからある意味悲しみだったり苦しみだったりも、それも地球体験、いろんなありとあらゆる感情も地球というところでできる非常にレアな体験で、で、あの最後はまたまっさらな目が覚めた元と同じ地球に来る前の目覚めた状態で目覚めて卒業っていうことになります。この、魂とかの、私の中にも一つ仮にあるとしますね。で、それがこう学びに来て、なんかいろんな体験をしていって、自分の中で、あ、こんなことにあの私の中は成長できた。これが例えばどこかにまた集合するような、それこそ魂のふるさとみたいなものってあるんですか？まあ、あの同時存在時間っていうと、そのね、あの、まあ、ちょっとは矛盾するんですけど、初めてこの魂がこう、例えば今こういう形に入ってますよね。はい、魂ってエネルギー体だから。エネルギー体、エネルギー体が初めて、まあ、その形態、こういう形に宿ったところを、その魂のふるさとっていう言い方をするんですね。ああ、なるほど。そうすると、私は一応自分がアンドロメダ出身だと思っててあ、そうなんです、宇宙人なんですねで、あの一応、まあ、いろんなとこ全部回ったら、まあ、そろそろお家に帰ろうかって言ってアンドロメダに帰るんだろうなと思うんですけど。なるほど。へー、なんか面白いですね。いろいろやっぱりありますね面白いですね、はい。うん、あと次の質問もしてもいいですか？どうぞ。まだ質問があるんですけど、先生、パワーストーンの聞いてください。あのスピリチュアルの方、好きな方とかによくあの何かパワーストーンとかね、うん、自分の、まあ、お守りだったりとか、それにこう類するようなこうグッズとかが、はい、あの好きな方いらっしゃるんですけど、よくあの石、パワーストーンとかこういったものって、まあ、本当に効き目があるんですかっていう質問をいただいたんですよ。ちょっとそれをオンさんにしてほしいって言われたんですけど、
どうでしょう。はい、ありますね、パワーストーン。はい、でやっぱりね、その全てのものにはエネルギーがあります。で特にこう石っていうものはやっぱりその太古の地球、物でも何でもエネルギーがあり、そこには全てのいろんな情報が入っています。そして、色によって、色はやっぱりその周波数、ハーモニクスとかバイブレーションって言いますけど、そのハーモニクスがあります。なのでね、パワーストーンもいろいろ知識を得られると、例えばその宇宙から来たモルダバイトなんていう石はやっぱりその宇宙とつながりやすいんですよね。もう宇宙そのものの情報がその石に入っているから、だからこうそれを持って、その例えばその宇宙図書館につながってみるみたいなこともできるし、あとは非常によくあるっていうか、ポピュラーな使い方は、チャクラですね、体を整えるのにパワーストーンっていうのはとても役に立つんです。で、チャクラに色があるっていうのはご存知ですか？はいはい。で、チャクラっていうのはね、もうそのエネルギーのメインの出入り口なんですけれども、で、例えば、この喉のチャクラっていうのは、スカイブルーとか、ブルーっていうふうに呼ばれているし、ここがなんか、ラピスラズリーっていう石のミッドナイトブルーっていうのが、まあ、第三の目の色だと。そうすると、例えば、こういろんな喉のチャクラっていうのの意味っていうのは、まあ、自己表現だったりコミュニケーションだったりする。そうすると、まあ、自分のなかなか言いたいことが言えないぞなんていう人だったりとか、それから喉がちょっと弱いんです、よく咳が出ちゃってなんていう人は、ちょうどここのところにそのブルーの石を、青い石をこうペンダントとかで置いておくと、まあ、それはそこでその同じ色はハーモニクス、バイブレーションだから、まあ、その、自分を整えてくれる。なのでね、あとはやっぱりそのパワー、よくパワースポットなんて言われる場所、シャスタとかいろいろ有名なとこありますよね。やっぱりそういうところの波動の石だったりしたら、そことつながりやすいわけですよね。おー、なるほど。うん、するとシャスタの石を持っていけば、もうシャスタのそのネイティブアメリカのすごいパワーとつながれたりとか、うん、そういういろんなまあ、効果がありますけど、一番大事なのはそのパワーストーンを持っている人がどこまでその石が大好きで、その石のエネルギーを信頼するかっていうところかなと思うんです。なんかお薬と全く同じだなと思ったんですよね。だからお薬でも、例えば頭が痛い時には頭痛薬を飲んで頭に効かせるっていうことの診断と、この薬の効能を知って飲まなきゃダメじゃないですか。はいはい。で、喉が痛い時には喉の咳止めの薬を買ってきて喉に効くやつを飲まなきゃダメなんですね。口から飲むのは同じなんですけど、でもどこに効くかっていう診断と、自分がどこにどうしてほしいかっていう診断と、この薬の種類の効能が分かってないと効果がない。はい。で、同じように医師もこのお薬の代わりになる医師の特徴も知ってなきゃなんないし、自分の体で何が今どうしたいのかっていう、頭が痛いのが治したいのか、喉のモヤモヤを取りたいのか、それともやる気がない元気をチャージしたいのかっていうことを自分でちゃんと診断した上で、その医師とかを選んでいくっていうのが、これが絶対にいるんだなと思いました。知っていて、で、もちろんそれに越したことはなく、ね、うん、まあ、この医師はこれに効くぞって思ったら、まあ、よりそこら辺で信頼度も、増すのは確かです。だから、それは、知っていればいるほどいいなと思うんですけど、あともう一つ、その、実際の薬と違うところは、直感で選べるっていうところなんですよね。で、よく、その、あなたが石を選ぶんじゃない、石があなたを選ぶんだっていう言い方をするんです。はいはい。そうすると、その、どこかね、何気なく行った、石屋さんで、どうしても惹かれる石があったりすると。はい。そうすると、やっぱりその石連れて帰りたいななんて思っちゃったりするわけですね。で、それは多分、この石の名前さえ知らないかもしれない。でも、そこで、そのやっぱり石の波動と、その人の波動が、非常にこう、
たりあって、で非常に惹かれるっていうことはやっぱりその人が拡大するとか、それからバランスが取れるっていうところに直結すると思うんで、はいはい、だからもちろんそうやって知識を持ってこの石はこれに効くぞって持つのもいいし、特にその直感と出会いで、うん、ご縁のある石をね、ゲットして、でなんかそれをお守り代わりに持っているなんていうのも、石の素晴らしい使い方かなと思います。なるほど。なんかこうじゃあ手にした時とかのこう感覚、自分の心の動きとかを大切にするってことが大事かもしれないですね。大事ですね。なるほど、はい。まあ、確かにお薬と違うところは、お薬って基本一つの効能でしかないんですよね。うんうんうん、そこには例えば熱を冷ますとか血管を拡張するみたいな効能、これが特化されているものはお薬だと思うんですけど、石の場合はそうじゃないですもんね。そうそう、もちろん喜怒哀楽もありながら毒になっちゃって、まあね、 毒素を発する石だったら困るけどでも毒素を発する石もいいんじゃないですか。だって私内気でなんかいろんなことを人に対しても全部こう言えない、すごく弱気なのっていうと、なんかが毒素をバンバン発揮できるパワーがもらえるかもしれないし、そうですね。だから石は楽しいですよね。なんか石とよくネイティブアメリカンの人は石のことをストーンピープルっていうんですよね。石の人。だから石とお友達になって、でなんかこうつながりを深めたりする。お薬とあんまりお友達にならないですもんね。確かにね、そこまでの仲良くなりたくもないですしね、まあ、30年ぐらい血圧の薬飲んでる人もいますけどねはい、はい、大親友になってる人もいますけど。なるほど。石以外にもそれ、例えばなんか他にも例えばペンダントみたいなものだったり、まが玉みたいなものだったり、あとはお札だったりとかあると思うんですが、そんなのもみんな同じ感覚でいいんですかね。そうですね。それこそお札っていうのは実際に神様のエネルギー、例えば、うん、実際にこう神社に行くのはね、もう神様と直結しているけれども、よくそのお守りは携帯だとか言われるんですよ。でこれ携帯で神様とつながってみたいな。で、まあ、そのものの中にその神々のそのエネルギーのバイブレーション入っているので、だから、まあ、それをこう持っていて、その神様の持っているそのすごいこうパワフルな男性性のエネルギーだったりを、ね、そのチャージしたりとか、それから、神様にその守ってもらえるとか、こういうふうにもうお札は本当に神様というそのある種の神格っていうのかな、神々の波動が入っているものだし、それからよくありますよね、なんかこう文字で書いていて悪霊退散みたいな札とかありますねありますよね、まあ、そういうのも本当にこうご自身がすごく力強く感じられるんだったら、とてもね意味があるし。なるほど、はい、そういったパワーストーンとかお札とかもひっくれた形のこう、持ち方、携帯の仕方、自分とのこう触れ合い方なんですけど、常に身に つけとかなきゃなんないものでもないですよね。お家に置いててもいいですよね。はい、なんかね、私はね、ねばならないっていうのは、この目に見えない世界はないと思っていて、自分自身がもう内なる神がここにいるので、あなたの世界の中であなたが納得し、気持ちが良ければ、私は構わないと思っているんですね。ただどんな時でも例えば神様とのねお付き合いの仕方なんかも、私はある意味本当にこの3次元の人間関係と同じだと思うんですよ。結局お互いにお互いの存在を尊重し合って、で大切にして愛を持ってっていうところは変わらないと思うので、だからお札をいただいたら、その札をもうそこら辺のなんかそのゴミ箱のところにバーンと置いといたりとか、やっぱりそれって大事な人はそんなことをそんな目に合わせないっていうような風には取り扱わないようにしたらいいなと思います。なるほど、ありがとうございます、はい、すっごく面白いです、ありがとうございます。